こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、南シナ海での米中関係は過去最悪の状態です。また西側諸国も、中国との関係を改善、米国へとシフトしています。二つとも、大きく広い国です。日本は、米国との関係は戦後最高の関係へと、向かっている状況です。尖閣でも、米軍は日本を援護するとの発言もあり、日米関係はより強固なものになってきています。最近、中国が駆逐艦の発電能力を4倍にさせるとの気になる技術が出てきました。今回はこのお話をしていきますね。2020年1月に就役した中国海軍最新鋭の駆逐艦が055型駆逐艦の1番艦南ちゃんであり、同月時点で8隻までの建造が確認されており、今後さらに追加でその数を増やすことも予想されている。055型駆逐艦の1番艦南ちゃんは満載排水量1万2000トン以上、全長 182.6 メートル、全幅 20.9 メートルであり、毎級である。052型駆逐艦を全てのサイズで上回り、兵装面の強化も著しい。アメリカ海軍の主力駆逐艦のアーレイ・バーク級フライト IIA が満載排水量約9600トン、全長 155.3 メートル、全幅 20.1 メートル。であることと比較しても、一回り以上は大きい。アメリカ海軍のタイコンデロガ級巡洋艦は、満載排水量約9800トン、全長 172.46 メートル、全幅 16.76 メートルであり、055型駆逐艦はこれをも超過しているため、アメリカ国防総省では巡洋艦とみなしている。055型駆逐艦南ちゃんは主兵装として艦橋全部に64セル、煙突後方に48セルの合計112セルのミサイル垂直発射塔を装備し、同96セルのアーレイ・バーク級を超え、同122セルのタイコンデロガ級に近い。055型駆逐艦南ちゃんはこうした多数のサイル垂直発射塔を備えることから、アメリカ海軍のタイコンデロガ級やアーレイ・バーク級と同様に、航空母艦を中核とする艦隊の防空を担う艦艇とみられる。これまで自国近海を作戦範囲としてきた前級052型駆逐艦は、実用的航続距離は約3000キロ程度と考えられていたが、055型駆逐艦南ちゃんはその実に4倍にも相当する約1万2000キロの航続距離と推測されている。このことは中国海軍が航空母艦の随伴艦として遠洋まで航海することを目的にして055型駆逐艦を建造した証と言えそうで、正面戦力でもアメリカ海軍に対峙しようと企図しているのだと考えられる。055型駆逐艦南ちゃんはイージス艦であるアーレイ・バーク級やタイコンデロガ級と同様に、中華版イージス艦と形容されるようなレーダーセンサー類と連動した兵装システムを実現させている。
こうしたレーダーセンサー類は、時間のステルス性を向上させる役割も兼ねており、また、055型駆逐艦、南ちゃんの機関部は4機の、ガスタービンを組み合わせたもので実に、最大出力は15万馬力以上とみられる。また、055型駆逐艦、南ちゃんが、従来の中国海軍の駆逐艦から大幅に、進化したのは、アメリカ軍でのトマホークにあたる艦対地巡航ミサイル、長剣 10A を搭載することで、初の対地攻撃能力を獲得した点だろう。そして、この2020年8月には中国船舶工業集団が、従来の中国海軍の駆逐艦の4倍にあたる電力を発電可能なターボジェネレーター開発に成功したとされ、その搭載艦が南ちゃんをはじめとする055型駆逐艦とみられている。これは今回中国船舶工業集団が20メガワット相当の電力をターボジェネレーターで統合可能としたもので、この性能のターボジェネレーターを少なくとも3機以上用いれば055型駆逐艦を30ノットで航行させられるという。実際にはこうした艦艇の推進力としてターボジェネレーターを活用するのではなく、アメリカのズムウォルト級がそれを視野に入れているように、今後開発が見込まれる兵器へのエネルギー源にも転用可能だ。アメリカのズムウォルト級でも現状では35メガワットの電力があれば十分時間内で必要とされる量を賄える計算となっているが、同艦はこの35メガワットを電力を発生させるガスタービンを2機搭載している。外観は元より兵装を含め先進的すぎて建造価格も高額となってしまい、わずか3隻のみの建造で終わってしまったズムウォルト級だが、中国の055型駆逐艦はそれよりも比較的汎用性が高いようにも見える。ただし、こうした電力をエネルギー源とする新型兵器がすぐに055型駆逐艦に採用されるかといえば、まだまだそうした兵器が実用化に至るまでには少なくない時間と試行錯誤が繰り返されるのだろう。ちなみにアメリカ海軍ではズムウォルト級の計画中止受けて、アーレイ・バーク級を最新にアップデートした仕様のフライト3の建造を2016年から言っており、同級一番艦の1991年就役から息の長い艦艇となっている。ただしこのアーレイ・バーク級フライト3も当初の計画では21隻の建造が予定されていたものの、予算不足から11隻の建造にまで削減されることが決定しており、アメリカ軍の水上戦闘艦数の減少傾向は続くと思われる。中国の現地メディアでは、今後055型駆逐艦は改良型である055B 型となり、その際にサイル垂直発射塔を16セル増加させた128セル化や、同時に
電力使用兵器の搭載も見込まれるとの輸送を行っている。